というわけで、第0回なんですけど、みんなの味方っていうポッドキャストもうスタートですが、待望のね、ゲストが来ていただいて、ちょっと紹介して、自己紹介していただきたいんですけど、大丈夫ですか？はい、初回から待望していただいてすごく嬉しいです。とても光栄でございます。よろしくお願いします。いや、みんな待ってましたので。もう初回からもうファンがたくさんいるということで。いや、本当にそうなんですよ。待望の初回のゲストということで、ジョシュア・トムソンと申します。はい、よろしくお願いします。東京生まれ、東京育ちの26歳ですと、モデルとタレントと、自由人をやらせていただいております。よろしくお願いします。おー、すごいですね。よろしくお願いします。はい、で、合わせて、マノさん、いつも一緒にいるマノさんも。はい、私、今日ちょっと、端の方にいるので。いや、いいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もちろん、僕はアレックスで、まあ、紹介はもうやらないで、ちょっとさっさとやっていきたいと思いますが、はい、そうですね。まあ、ジョシュアさんって、まあ、日本生まれ育ちですよね。はい、そうです。はい。うん。まあ、それはすごく、まあ、顔としては、まあ、白人なんですけど、生まれ育ちは、日本っていうことで、まあ、多分、ね、その、日本語的な、まあ、似たような経験、お互いにね、経験して、言ってると思うんですけど、うんうん、はい、まあ、それは面白いと思うんですけど、普通に喋りたいですね。それ多分そういう質問結構されると思うから、それも伝っておき、普通に何してるかっていう、普段何してるかっていうを聞きたいですね。だから、普段は、いろんな企業の CM のオーディションに行きつつ、見ました。ツイッターにあったんですよね。それ見ました。今、CM いくつか出させていただいてて、で、その傍ら、いとこと一緒に YouTube をやりつつ、ビジネスコンサルティングもやっていて、イギリスの会社の日本市場参入のお手伝いもしながら、まあ、たまに英語も、地方の学生の生徒に英語を話す楽しさ、教えるみたいな活動にも携わりながら、うん、なんかいろんな自由なことをやらせてもらってるんですけど、なんか面白そうなことがあればとりあえずやるみたいな性格なんで、なんかこのポッドキャストもなんかそのアレックスのビジョンが結構僕好きで、なんかアレックスみたいな人があまり日本にいないんですよ。そうなんですか。なんかね、日本のことはに好きで日本に来るんだけど、なんかそれをかっこよく見せてるなんかクールな人があんまり日本にいない気がするんだね。すごいなんか言葉に刺さりましたね。でアレックスって、まさにそれをやってくれてる人だと思ってて、なんか僕はすごい個人的に好きなのでやってることとかスタイルが、だから今回なんか参加したいなと思って本当に光栄でございます。おー、ありがとうございます。いや、本当に、こういうなんか、いろいろ日本で活躍してる方に、そうやって褒められるなんて思わなかったんで。いや、いや、でもすごいですね。まあ、いろいろやってるっていう、その、すごい自由に、やりたいことを、もう、まあ、もう、何でもやって、やれる感じですよね、完全に。なんか、本当に何でもやってきて育って、何でもやりながら育ってきたので、なんかちょっとでもできそうだと思ったらやっちゃって、まあ、ダメだったらダメで諦めて、でもとりあえず何でも挑戦する性格なので、ね、なんか本当にいろいろやっちゃうんですよね。家族はいつもそういうなんか応援して、そうね、くれたおかげでなんか何でもできるっていうなんか姿勢になってたんです。あとなんか3人兄弟の末っ子っていうのもあると思うんだけど、なんかそのあまり責任を多分感じずにいろんなことをやって、でしかもなんかうちの親がなんか本当に小さい頃から全部自分で決めなみたいな性格だったのね。おだからこれしろああしろじゃなくて、何がしたいの自分で言ってみて、じゃあどういう学校に行きたいの自分で探してきてとか、なんか全部自分に任されてたのね。だから多分
自分で何かしないと物語が動かない。だから敷かれたレールが全然なくて、だからでも親に聞くとなんとなくは流してたけど、その自分で決めれるような力をこう培ってくれて、だからまあそれも手伝って、すごいこういうふうに本当にどっちつかずな、なんかその責任感のない、その物事を果たさない性格でもあるんだけど、同時にいろんなこともちょっとやっちゃってるみたいな感じかな。ああ、いや、めちゃくちゃかっこいいけどね。いや、すごいな。なんかね、全部 70% で終わっちゃうんだよね。あ、いや、でもなんか、ちゃんとやり通してるところもあると思うし、まあ、全然、まあその、じゃあ、まあいろいろやってると思うけど、なんか、これ極めたいみたいな、ないですか、うんうんうん、これ極めたい。なんか、ラジオやってたんですよ、沖縄で、去年。おぉ、はい。なんか、本当にでも半年もやってなくて、だけどなんか、ラジオのレギュラーはぜひやってみたいなってすごく思ってて、その、夢ですね、東京のキー局のラジオ、ちょっとやってみたいなっていう気持ちはありますけど、同時に、心理学も勉強したいんですよ。すごい、もう、ね、そう、ギャップがすごいです、ね。心理学、心理学。やばいじゃん。で、カウンセラーになりたくて、僕。で、その、カウンセリングもすごく興味あるから、なんか、それやりつつ、そういう仕事もやる。だから、まあ本当に YouTube とか、ポッドキャストとかがすごく自分のやりたいことに近いんじゃないかなと思ってて、だから、コンテンツクリエイティングは極めたいなと思う。思いますね。なんかアレックスがやっているようなことを僕もちょっと頑張ってできたらいいなと思ってますね。いやでも今でもその YouTube もいろいろやったりと思う、やったりすると思うし、まあその自分のポッドキャストもまあなんか複数あるんじゃない？なんか自分のなんか自分で話すみたいなのがあると思うんですけど、それと同時なんか外国、まあその日本生まれ育ってるなんか外国人みたいな、何でしたっけ、そういうなんか、これがそのやったり、そう、なんかコロナ、一番ピークで、コロナのなんかロックダウンみたいな時に、なんか、何かしたいなと思った時に、なんか自分みたいなバックグラウンドの人をゲストに迎えて、インタビュー形式で、ポッドキャストはやらせてもらってて、なんか、数エピソードで終わっちゃったんだけど、すごく濃密な、いろんな話ができて、で、その同じ内容をなんか沖縄のラジオでやらせてもらって、なんかアレックスがやりたいようなことは僕 の、パッションにもすごく近いから、なんかすごく好きだね、そういうトピックは。ちょうどなんか参加していただけないでしょうかっていう、なんかちょっとメッセージを、してたときに、まあ、普通にこういうポッドキャスト僕もしてるよっていう、なんか、まあ、帰ってきたらすごいびっくりして、まあ、なんか、そんなに近い方向に行ってるっていうのはすごいびっくりして、ね。ほぼ一緒じゃないですか。ほぼ一緒です。そうめちゃくちゃ感動しましたね、完全に。偶然でしょ、本当に偶然。そう。すごいな。じゃあ、聞きたかったのは、そのラジオってなんかなると、どんな内容にしたいっていう、なんかあります？あ、将来的な？そう、なんか理想的なね。あ、でも、普通に帯狙いたくて、レギュラー。だから、なんか僕の好きな、あ、だから毎週何曜日の何時は、ジョシュアみたいな感じで、僕の好きな音楽と、僕の好きな著名人とか、そういう人を呼んで、なんかもうひたすらなんかもう、オタクな会話をしたいね。ああ、もう、ジョシュアのバーみたいな。そう、僕の好きななんかオタッキーな話を共感してくれるゲストを迎えて、もうそんな、もう ギークな話をもうずっと2時間ぐらいして、なんか踊って帰りたいですね。いや、絶対に興味がある人多いと思うんだよね、それに。だといいんだけどね。将来的に近づいたらいいけど。いや、まあ、時間はあるからね、完全に。そうだ、時間はある、ね。すごいあるから、まあ、今は多分、いろいろやってると思うから、それでなんか経験して、いろいろ経験してから、多分、終わらないぐらいの話を、集めてきて、それで、ラジオでもう、毎日したっけ？でしたっけ？毎日したいっていう。
毎週。毎週。あ、でも、帯って毎日、帯って毎週だよね。そうだよね。うん。オビットちょっと分からなかったから毎日毎日でも行けますけどね、うん、毎日でも行けるよね、うん、毎日でも行けます、うん、同じ時間帯時間帯で同じなんかレギュラーレギュラーみたいなゾーンゾーンどこのゾーンを取るかって金曜のこの時間いいかもねそうあできたらいいねなんかちょうどなんかみんなもう帰り道で聞くような、うん、毎日なんか楽しみにしてて聞くようなこれでもすごい大丈夫だったらね偶然ねじゃあアレックスさんアレックスさんのじゃあそのイメージは何なんですかこの新しいこのポッドキャスト、そう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 、うん、そうだ、まあ、まあ結構たまにその、まあ、いきなりジャパニーズっていうなんか僕とマナさんがやってる雑談のポッドキャストでや前にいたと思うんですけどその素晴らしき仲間たちっていう、まあ、番組あると思うんですがそのなんか1話は確かその外国人のみの番があってでそこで完全にそのまあ生まれ育ってる子は人はいなかった気がするんですけど、なんかみんなその、まあ、芸能人だったけど、普通に、そのなんか自分のなんか日本語とかについてじゃなくて、もう完全に自分のどうやって日本語を使って活躍してることに対して、喋り合って、すごいペラペラにね、表現力高く、喋って、普通に日本人のように喋ってて、そういう、コミュニティがなんかすごいいいなと思って、その、外国人であることにあんまりね、集中しないで、普通に人間であること、まあそういう共通してるところはあるけど、うん、まあ人間として喋り合って、それを、うん、まあ、聞いていただければいいなと思って、まあ、もしかしてそういう形が、まあ進化していくかもしれないけど、その、まあやるうちに、うん、ですけど、まあそういうね、イメージで。イメージで作りたいなと、ね。なんか日本語をただのツールとして、そう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 。まさにそれ。うん、そのでもやっぱり外国で育ったとか外国の文化の中で育ったからやっぱり感じ方も違うから、そう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 。なんかそういうとこでなんか日本語っていうツールとして使うだけでその話をなんかいろんな人と共有したりとか、うん、まさに、うん、シェアできたら最高だなって思うよね。そう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 、本当に、うん。まあ、あんまり、そういう、やってる人いないなっていうのも、全然いないよね。気づきもあるから、まあ、お互いに多分そういう気づきがあるから、まあ、そういう姿勢もなんかちょっと広げたいっていう気持ちももしかしてあるんじゃないですかね。うん。だし、なんか多文化共生がすごく最近は話されてて、うんなんか日本の中でもじゃあどこからが日本人なんだとかどこからが日本人じゃないと か、うん、なんか何が日本人なんだみたいなすごい話し合いが、うん、じゃあ最近でなんか特に最近なんか出てきてないなんかそうですしハーフの人でもじゃあ日本人っぽいく見えんだったらその人は日本人で、うん、日本人っぽく見えないんだったらその人は日本人じゃないとか見た目ベースの競技になったりするしでも結局感情ベースであなたがどう思うかが結局どう大事なわけで、うん、自分が日本人と思うんだったらそれは日本人じゃんとか、うん、なんかさいろんな話し合いがあったりとか、すごく今、うん、ホットだよね。そう本当にそうなんです。なんか最近なんだっけその帰国症状って日本人じゃないみたいななんか最近ツイッターで流れてきて、うん、なんだこれと思って、なんかすごいみんなのその定義がもうちょっと同化してる気がしてて、まあ、まさにすごいホットな話ですよ。それはある、うん、あると思う、うん。見た目主義っていうのは本当にあると思いますよ。そうだよね。完全にそう。全然その、例えば日本人っていうその見た目っていうのは多分イメージの中でみんなであって、うん、でも、うん、それと全然違うよねっていう人であっても、例えば日本で生まれてるのにそういう風に扱われてる人って結構普通にいて、うん、で、うん、どうせ日本語できないんでしょみたいな。うん、みたいな、うん。何も言ってないけど、みたいな。いや、でも、うん、見た目が違うじゃないですか、みたいな。だから、うんうんうん、そこの判断なんですかみたいなのはあると思う。そう、あとたまにさ、人種的にも日本の血で、うん、両親が日本人で、うん、代々日本人なんだけど、外国、なんか日本人離れした顔とか言うじゃん。なあ。うん、でも、その人ってさ、その人って日本人じゃん。そう。
でも日本人、なんかどこからが日本人離れしたか、なんかどれぐらい鼻が高くなったら日本人離れしたかなのかとか、どれぐらい目がこう変わったら日本人離れしてるのかとか、僕すごく個人的に興味があって、なんかそれは調査したいんだよね。なんかどこからがみんな日本人じゃなく思うのか。その、もうさ、日本人っていろんな種類の顔があるじゃん。その、なんかいろんな世界中からさ、結局いろんな方向から人が来てさ、集まった国家ではあるから、いろんなタイプの人がいてさ、ある一つの日本人みたいな顔って存在しないのに、日本人離れした顔みたいなことを言ったりするから、すごくそれはいつも興味があるんだよね。どっからが日本人っぽくないんだろうみたいな。すごく感じますね。日本人特有なのかもしれないですけど、結構ありますよね。なんか、カナダとかでもそうなんですけど、なんか、あの、例えば日本人がカナダに留学したときに、なんか、カナダ人ですかみたいな。でも、カナダ人って別に白人じゃないから。そう。でもなんか、え、でも中国人ですよねみたいな。いや、中国人ではない、カナダ人だけど、だからあなたが思うカナダ人のイメージが多分白人なんでしょうけど、みたいな。それはある。なんか、その感覚って欧米にも何十年前はあったわけよ。なんかだけどこの20年10年でガラッとそれが変わって、国籍と人種が絶対にイコールではないっていうのが、この20年ですごく更新されてきた中で、日本だけ取り残されて、なんかそこの状況が更新されてないから、すごくなんか面白い、その別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、なんで日本だけこんなに取り残される状況になったんだろうってのは、すごく、なんかまあ移民国家じゃないっていうのが多分一番の理由だと思うんだけど、普通に。なんか別にタイとか行ってもタイも同じような状況だし、日本と。韓国でも中国でも一緒だし、大体アジアで同じ状況だけど、やっぱり欧米の移民国家がそういう状況になってる中で、東アジアは全然違うから、その歴史的にもその、欧米の国に移民するのがやっぱり主流というか、なんかメジャーな感じだから、やっぱりそっちでは当たり前だよね、その感覚が進むのがっていうのも同時に思うから、別に日本をそこで攻める必要もないというか、その攻められないよなとはいつも思う。だからこそでしょうね、こういうのが多分必要なのが、例えばなんか最初にこのアレックさんとこのポッドキャスト始めた時に、なんか日本人の人も聞いてくれてて、でその時に、この人カナダ人なんですかみたいな、もう声だけなので、なんか日本人、そうですかみたいなのがあって、だから普通になんか、そういう機会ないじゃないですか。例えば日本にいても、ああ、ちょっとなんか、それこそなんか日本人っぽくないから話しかけたくないみたいな空気感があって、でも実際アレックさんここまで日本語できて、で、アレックさんだから思う日本のその面白いところだったり、変なところだったりとか、アレックさんがどう感じるか、結構日本人って、ああ、でも外国人の人に難しいですよね、みたいな、あ、そうですよね、外国人だから、みたいな風に、そこで一旦壁を作る人もいたりして、結局そのアレックさんの本心っていうのはすごい見えづらい部分があって、で、そこでそれをアレックさんが例えば英語ですっごい説明しちゃうと、ああ、ちょっとわかんないです、みたいなになっちゃうから、だから、それをだから日本語でね、実際例えば、説明できたりとかすれば、なんかそこでの理解がちょっと深まるかなっていうのは感じましたね。そうですね、まあ、なんか確かにその言語がなんか日本人じゃないと日本語は喋れないと思ってる人が多くて、なんかその勉強できる言葉ってのがそもそも分かってない人が多いというか、なんか勉強すれば普通に日本語って喋れるようになるし、その日本の文化も勉強すれば分かるようになるし、となんかそこに対してすごく壁を作っちゃってる気もしてて、なんか日本人以外はこの言葉は一生喋れない、なんか自分たちだけのものみたいな感じの感覚も大きくて、それはあるかもしれない、ね、それはすごく面白い。だって英語だってさ、みんな勉強して学んでさ、喋れるようになってんのに、日本語でも同じことができるに決まってるじゃん。そう。だからそれもね、面白いよね。それは確かに面白い。だからその日本語を教える人たちがそういうふうに教えてるっていう部分もあったりとかして、一回このポッドキャストでアレックさんと話したのが、あの、日本語を教える日本語教師が自分が英語を学んできた風に日本語を教えるから、すっごい完璧主義だったりとか、
で自分がその話す練習あんましてこなかったから、話す練習させない生徒に、で結局その人の文法とか語彙ベースでしか話ができなくて、で間違えたら、うん、あここでですか、ここにですか、ここえですかとか、どうでもいいんですよそんなことは。どっちでもいいんですよ別に。伝わればね。そう。でもなんかテストベースだから、もともとがすごいなんか言葉自体をなんか道具というよりかは科目みたいに捉えちゃってる人が結構多くて、でそれをね、日本語学習者にもそういう感覚を植え付けちゃうから、みんな JLPT みたいな、日本人がみんな TOEIC にすごい洗脳されているようになんか JLPT ですかみたいな、それはあると思う。そうだよね、うん、そうですよね。それはまあだからこういう試みって結構大事だなと思いますよね、うん、そのまあそういうこういうね、考え方を、こういう見方、まあ、まさにね、こういう見方を、臭いな、今の臭いな。持ってくのね、それ。広めてね、ちゃんと。持ってくのね。うん、みんなの見方を共有して、うん、まあ、もっといい日本を作ろうっていうところもありますね。みんなの見解をね。うん。ですよ。そう。だから、まあ、すごい、まあ、来ていただいて、すごい光栄。で、まあ、これからも、よろしくお願いしますっていう。よろしくお願いします。はい。では、ありがとうございました。終わりじゃない、終わりじゃない。待って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 。終わり、終わり、終わりに見えたかもしれないですけど。うん。まあ、だから、アレックスさんのイメージとしては、うん、大人数で将来的にやってみたいっていうのあるんでしょ、その、素晴らしき仲間たち風な。そうそうそう。まあ、多分こういうポッドキャスト、人をやるうち、やる中で、そのなんか一番、まあ、気の合う人を、まあ、集めるっていう感じで、で、それでなんか、一番いいなんか仲間たちを作れたらいいなっていうところを、まあ、もうちょっと、まあ、玉の隅にありますね。今すごくいいこと言ったんだけど、なんかその気の合う人っていうのがすごく大事で、別にこの問題を問題と思わない人も多くて、なんか日本で特別扱いされることが心地いい外国人もたくさんいるの。あ、いるね。で、日本語を勉強せずに普通に外国人の駐在員として何十年もここで生活することが心地いい人もたくさんいるわけ。これを問題にしたくない人もいっぱいいるの。同時にね。だから、なんかただ同じようなバックグラウンドとか、同じような、あのね、その人種の背景を持ってたりとかするだけで、こういうふうに話せるわけじゃなくて、こういう問題に対してちゃんと向き合いたいっていう気持ちの人じゃないと多分参加しないだろうなって今思った。うん、その気の合う人っていう時に、ね、うんうん、まあ絶対なんかまあそのなんだろうね、まあいろいろないまあ見方も聞きたいから、多分今から見方っていうことは結構極めに、まあそういうなんか大事なキーワードですからね、うん、それね。そうですよ、キーワードですからね。もうちょっとパドロフの犬のように、うん、でそうですね。まあそういういろいろな見方は見たいから、聞きたいから、そのまあその同じように考えてる人だけじゃなくて、まあそうだね、まあ誰でもその視野を広げるためにね、まあ大事だと思うから。確かに間違いない。だっていろんな考えの人がいて、自分の考えもね、うんうん、いろいろ広がっていくし、まあ、そんで大事だから、うん、ね、だって僕みたいな人たくさん周りにいるんだけど、実は僕みたいな人、あそう、僕そういうコミュニティで育ったから、うん、だけど、あでも僕ほど日本の文化に触れて育った人は少なくて、うん、だからみんなインターナショナルスクールだけに行ったとか、その国に結局帰っちゃうとか、なんか日本の中にすごく溶け込まない人たちも結構多くて、自分たちのバブルを作ってる人たちもたくさんいるのね。で、うん、ね、日本という場所を使って自分たちの心地のいい生活をしている人たちもたくさんいるから、はいはい、うん、そういう人たちにもぜひ出てほしい。だからその人たちから見る日本は何なんだろう、うん、そこすごい興味ありますね。うん、まあ、もしかして、うん、まあ、もしかしてその、なんだろうね、それを聞く中で、まあ、いろいろ、なんだろうね、思い直す、考え直すところもあると思うから、まあ、みんなの、うん、日本語できるもん、その人たちより。
マジで、うん、日本で育ったけど、アレックスにできない人たちたくさんいるし、あ、まあ、そういうコミュニティ、ね、インターナショナルスクールだけ行ってると、英語だけ喋ってるし、日本語に対して恐怖心みたいな芽生えてる人もたくさんいるし、日本人が怖いみたいな人もいるし、だから本当にね、いろんな人がいる。へえ、まあ、ぜひ、うん、話してみたいですね。まあ、うん。まあ、だから、まあ、もうオープンなバーを作りたいっていう感じだから、うん、まあ、全然、そうそう、まあ、そういう、なんか、こういう人出たら面白いなっていう人、まあ、方が いれば、ぜひ、紹介していただきたいんですけど。コミッション制で。紹介料ありで。あ、なんかそこですね。本当にだからね、日本語でみんながこう話していけばね、うん、徐々にそれを聞いてくれる人も増えてくるだろうし、結構日本ってなんかいい意味でも悪い意味でも結構放っておくっていうか、あるじゃないですか、文化的にあんまり関わらないっていうか、なんか表面的にはなんかいいですね、そういうのって言うけど、別にいいと思ってないし、悪いと思ってなくて、とりあえずもう、あなたはじゃああなたたちのグループで好きなことやってくださいみたいな感じで、で問題があった時にすごい言うみたいな。そうだね、つくよね、問題があったら。でも結局それってお互いに理解し合えてないから、そういう誤解とか生まれたりとかするっていうことも結構あって、で知らないから怖い、お互いに知らないから怖いっていうのがなんか強く出すぎちゃってて、だったらもう間接的にでもいいから、この人たちが思ってることとかを例えば日本語でね発信していったら、いつかね、おあ、そうって、この人たちこんな風に考えてるんだって、実際ね、なんか日本語で話してるのを聞いたらね、うん、ちょっとずつ考え方がもしかしたら変わるかもしれないっていうね。かもしれない。うん、まあ、道が長そうなんですけど。そうそう。そこで、そこで、アレクさんがそこで、だから見方がね、またそこで見方が変わるわけ、うん、なんか、うん、同じ人間として見てもらえてない時、気持ちになる時もあるのね。うん、その、うん、日本人とそれ以外みたいな。なんか日本人だけが、ちゃんとした人間であって、うん、他の人たちはその違う、なんか違う生き物みたいな感覚の人たちが結構いて、それって言葉の壁があるから、うん、その言葉が違うだけであまりにも世界が違うって思っちゃうんだよね。でも言葉がちょっとでも通じたりとか、日本語で喋ってるのを聞いたら、あ、同じ人間なんだって絶対思ってもらえるから、うん、それはすごく大事だなと思う。そうそう。そうですね。まあ、相手の言語分からないんだったら、その、人間として見えづらいっていう人はいると思うから、まあ、特にその、一つの言語しか喋れない人って、それ結構耳に入るんですけど、そうそう。だから、まあ、その、言語の壁をもうぶっ壊して、壊して、完全になんか、まあ、みんなが分かるような、ね、話できたらいいなっていう。それはね、だから ね、さっきの最初のジョシュアさんの話でもそうだけどね、カナダとか、うん、オーストラリアとか、アメリカとか、その都市圏だったらね、大都市圏であれば、そういうのがだんだん広まってきたわけじゃないですか。うん、それでね、例えば私が例えばアメリカとか行ってもね、なんか、あ、アメリカ人じゃないよねみたいな、もうその体で来るじゃないですか。もうあの人たちにもその見た目のイメージがあって、うん、あ、違うよねみたいなのがあるから、うん、でも別に、そこは変えていける部分があるっていうのがやっぱ言語だったりとかっていうのだと思うから、うん、そこでね、まあ、日本も徐々にねそういう空気感が生まれてくればいいわけですから。そうなんですよ。すごいですよ。でもさ、アメリカでもさ、やっぱりアジア人に対してさ、うん、本当はどこ出身なのみたいな、ある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 、見た目がアジア人だけど、親はどっから来たのとか、なんかそういう質問もあるでしょ。でも、親はシカゴ出身だよ、みたいな。なんか、そういうふうな、よく聞くけど、なんかアメリカですらまだそういうのもあるから、別にそれを完璧にやっていく国はやっぱりなくて、そのオーストラリアでもアジア人差別は全然あるし、そう、普通にありますよ。全然あるから、そこも忘れないでほしい。その聞いてる人たちいたら。そうそう。完璧なとこはない、その、うん、できてるとこないけど、うん、日本よりかはそこに向き合ってる、向き合おうとしてる国はたくさんあるってのは知ってほしいかも。それは結構ありますよね。なんか日本叩きっていうか、日本人が結構日本叩いたりとかしたりするんですよ、うん、時々で、ね、なんか日本だけこんな風みたいな感じになってる論調はたまにあるんですけど、それはどこの国でもあることで、だからずっと聞かれるんですよ、お母さん
あ、お母さん、アメリカ。あ、じゃあ、おばあさんはどこなんですかみたいな。どこまで行くのみたいな。この話どこまで行くのって。何を知りたいんって言って。そうそうそう。それで例えば、ね、じゃあ、あなたはじゃあ、あなたはどこの出身ですか。あ、私はアメリカです。みたいな。いやいや、じゃあ、お父さんはいや、アメリカです。って。いや、じゃあ、おばあさんはいや、あのアメリカですね。じゃあ、ひいおばあさんはどうですかみたいな。アイルランドです。あ、じゃあ、あなたアイルランド人なんですね。って。みたいな。いや、だから、あなたのその話からそういうことでね。みたいな。いや、意味わかんないです。うん、それです。それです。でもさ、結局みんな見た目と国をつなげたがるのよ。そうそうそう、ある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 。つなげたいのよ。僕もつなげたい性格だから、うん、例えばアレックスに、カナダ人って言ってるけど、本当はどこなのって思う気持ちはあるわけよ。で、ポーランドって言ってたよね。あー、ルーマニア、ルーマニア。ルーマニア、ごめん、I'm so sorry。でも、こういうことになるわけよ。うん。こういうことになるわけ。でしょ、うん、でも、興味があるわけ。だから、みんな興味があるだけ、興味があるだけってのもわかるけど、なんか、難しいんだよね。うん。うん、そうそうそう。ルーツみたいなね。ルーツをみんなつなげたがるんだよ。うん、この人の顔はどこから来たのみたいな、つなげたがるのよ、人間って。気持ちはわかる。僕もさ、あの、東京出身っていう、イギリスとかに住んでた時に東京出身って言うと、でも日本人に見えないけどみたいな。あ、そういう反応みたいな、時期に。日本人に見えないけど、どこ出身なのみたいな。うん、親はって、僕、親日本育ちだから、いや、親も日本育ちだよ。じゃあ、おじいちゃん、おばあちゃんはって聞いたときに、うん、まあ、イギリスかなみたいな。うん、やっぱ、みんなやっぱり辿っていくんだよね。うん、知りたいから。まあ、興味、まあ、僕もそういうなんか興味があるっていうのは分かる、まあ、すごい分かるし、まあ、散々多分、特になんか子供の時とかに聞いちゃった気がするんですけど、友達とかに、なんですけど、まあ、そもそもなんで聞くのがすごい気になるんですね。その、例えば、なんだろうね、その共通点を見つけようとしてるとか、まあ、そのなんか、それになんか、なんだろうね、日本について結構してるから、この人日本人だったらいろいろ話が盛り上がるんじゃないかなっていうところだったり、うん、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、どこから来てるかによるんですね。そのなんか自分の、うん、頭にメイクセンスするようにみんな聞くのよ。聞いて、自分の脳で処理できるぐらいまでのレベルにこう近づけていく。自分がファミリアル、自分が馴染みのあるものにどん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 近づけていきたいんだと思うのね、みんな。だから だからちょっとこう、あのイレギュラーなものがあると、あのどう処理していいかがわからないから、自分の知っているものにどんどん近づけていく傾向はあるなっていつも、それはあると思う。いろんなこと話してて気づく、ね、知らない状態って怖いですもんね、やっぱ。そうそうそう、だからすごいやばい人がいたら、それはとりあえずやばい人っていうそのカテゴリーに入れておけば、自分の中でも収まるじゃないですか、話が。でも未知のものだと、未知のものにしとくと、なんか不安じゃないですか。確かに確かに、例えば日本だとタトゥーがあんまり主流じゃないけど、タトゥーを入れてる人がいたらやばい人って、あのレベルを貼ればやばい人だからタトゥーを入れている、で自分の中で処理できるけど、どうしてタトゥーを入れてるのかとか、どうして入れるまでに至ったのかとか、なんかそこまで多分、そうそう。そうそう。だからタトゥーイコール怖いとか、なんかタトゥーイコールヤンキーみたいな、そういうなんかイメージがある人が結構いたりとか、まあ、ヒゲでもそうなんですけどね。そうですよね。で、急になんか、友達が本当にタトゥー入れてる、なんか、をなんか発覚したら、急に、あ、じゃあ、悪い人じゃないんだねってなって、すごい、なんだろうね、許せるようになって、そのなんか、視野が広がるっていうのもあるんですよね。うん、そうだね。それはなんか本当あると思いますよ。だから普通になんかね、カナダとかオーストラリアとかにその留学に来たその日本人の子が、別になんか普通にバスの運転手だったりとか、が普通にタトゥーも全然も隠してなくて、普通に半袖とか着てて、もうタトゥーガンガンじゃないですかみたいな、
あ、そうですね、みたいな。いや、そういう感じですよ、みたいな。うん、そうなんですって。ここ日本じゃないんで、こんな感じ、そんな感じですよ、みたいな。あ、そう、みたいな感じで。で、その人たちが、その毎日、その、例えばバス乗るから、あ、この人もタトゥー普通に出してんじゃん、あ、この人も普通に出してんじゃんって中で、なんかどんどんこう変わっていくっていう。で、結局、その日本で、例えばね、生まれた価値観が青だったとして、カナダで培ったその価値観が黄色で、で、それが混ざってだんだん緑になっていくみたいな感じで、なんかこう、あーって、じゃあ別にタトゥーイコール怖いじゃないのね、みたいな、そこがちょっとぶっ壊れる感じ。うんがすごいいいですよね。本当にそうですよ。そうだね。僕もやっぱり日本で育ったから、あの海外に行き始めたのが18歳の時とかに、頻繁に、まあ小さい頃アメリカ住んでたし、うん、中学校の時もアメリカ行ったけど、やっぱりなんか大人になってから自分の感覚で、うん、ちゃんといろいろ培っていった時に、その仕事に対する意識の違いというか、人生ってこんなもんだよねっていう感じの生き方をしてる人が海外っていうか、その欧米は多いなと思って、確かになんかバスの運転手だったら別にタトゥーしててもいいし、ちょっとあのだるそうに働いてもいいし、不機嫌な態度をとってもいいし、音楽流しててもいいし、人生ってこんなもんだよね、そうそうだよねみたいな感覚の人が多くて、逆に日本は全員が完璧に全てをやらなきゃいけなくて、そのどんなにあのあんまり給料がもらえない仕事、うん、でも完璧にこなさなきゃいけない、もう全てを完璧にしていなきゃいけないみたいな感覚の人が多いから、なんかそこの違いもすごく僕は見れて楽しかったかな。見た感じでね、なんかね、例えばそのジョシュアさんが3時にその日の仕事終わりましたっつって、やることないです、じゃあ帰っていいですかっていうのが許されない空気感。あ、そうそうそう、なんでそんな暇そうにしてんですかみたいな、いや仕事終わったからですよみたいな、はあみたいな、ちゃんとやったのみたいな、やりましたよ、見ますかみたいな、あるじゃないですか、とりあえず5時まで仕事してくださいみたいな、いや終わったんですけどみたいな、なんか誠意を見せるみたいな、そう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 、誠意って誰のための誠意なのみたいな。だからなんか結果的にジョシュアさんが3時で仕事が終わって、でアレックスさんが7時まで仕事をして、同じ仕事なんですよ終わったのは。でもアレックスさん頑張ったねみたいな、頑張ったねアレックスさんみたいな、あでもなんかジョシュアさんなんか怠けてばっかでみたいな、えってそこですかみたいな、先に終わってるけどね。そう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 、だから生産性じゃなくてなんか全然違うところに注目してる人が多くて、そうそう、なんか僕もなんか撮影現場とかよく行くときに、なんかスタッフの人がこうちょっとちんたらちんたら動いてるというか、なんか早く終わらせたいんだか、長引かせたいんだかよくわかんない動きをしてる人が結構いて、あなたこれもっとこういうやり方でやったら早く終わるよとか言いたくなるようなことをしてる人が結構いて、でもそれって多い量を長く時間かけた分だけ評価してもらえる風潮があるからそうなるんだろうなってのは見ててすごく分かる、うんうん、やってる感とかね、努力とか、ね、やってる感私仕事してるんですみたいな、私忙しいんです今みたいな、すごい仕事してるでしょみたいな、バタバタっていう言葉俺すごい好きなんだよね、うん、バタバタしててみたいな容量悪いだけじゃんみたいな、そうそうそう、本当にそれはそうだと思いますよだから逆に容量のいい人がサボってるっていう風になっちゃうので、結構そう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 、ちゃんとやれよみたいな、やったからこの人はって、終わったのこの人は、もう終わったの、限度があるじゃん、もらった給料に対してそう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 、これぐらいしかやりませんっていうのを同意した上でやってんのに、なんか根性論みたいなのを押し付けてきて、そういやこれ払ってるからあなた社員だからもっと頑張れるよねみたいな感じ、そうだからその頑張りって結構なんかね、測れないからすごい主観的な考え方だから、そういやあなたにとっての頑張りと私にとっての頑張りってすごい違うんですけどみたいな、うん、いやいや関係ないからみたいな、うん、俺の中であなたやってないからみたいな、そうそうはぁみたいな、あすごいわかる、あ、うん、すごい刺さってるな、もう契約ベースで話が進まないですね、うん、進まない進まない、感情みたいな、なんか感情論みたいな、体育会系みたいな、そうそう、うん、そうそうそう、でなんかね普通にアメリカとかカナダとか、いやそれは私の仕事に含まれてませんで、 それ通るじゃない、そうそう、うん、私やらないよそれみたいな、そう私の仕事それは入ってないんでみたいな、そうそうそうそれは別に普通に言えるのに、ここだとなんか
何言ってそれ言っちゃうと、お前やる気あんの、うん、みたいな。そう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 。それも含めて仕事でしょみたいな。そう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 。うん、私給料変えないくせに仕事の量だけそう増やしてって、そうそう、給料上げたいみたいな話すると、うん、ちょっと待ってね、みたいな感じだったりするから。上げた分また増やすみたいな仕事。給料上がったのからもっと頑張りなよ、みたいな。うん、あそうそう。ああ、はい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 。そうそうそう。確かに。それはある。まあ、上げるときりないんだけどね。うん、そういうなんか感情、うん、その文化は多分すごい根付いてると思う。努力、なんか根性。いいなんか例があって、うん、その今時なんかウェブマーケティングが普通じゃん、その、うん、ウェブでお客さんを取っていく。でもなんか数ヶ月だけ働いた会社でティッシュ配りをしてほしいって言われてあらみたいな。僕が外でティッシュ配りすんのどうなのかなと思って、まず契約書にそれ入ってたっけと思って、でなんか、うん、なんか営業の部分に含まれるみたいなのはスタンスで、だからなんかあやふやにしてグレーゾーンで全部を進ませていく感じがあって、うんうんうん、で僕はなんか逃げてたの、うん、あのティッシュ配りからね。でも、うん、いよいよティッシュ配りからずっと逃げてたら、なんか社長がブチ切れて、社長自らティッシュ配り行って戻ってきて、お前らティッシュ配り行ってこいみたいな、なんか怒鳴ってきて、でもなんか、なんて言うんだろう、なんて、その、仕事してます感を、向こうは出してほしかったわけ、うん、その、ティッシュ配りでお客さんが来るかどうかはどうでもよくて、経営者としては。汗をかいて働いてほしい。汗をかけみたいな。外行ってこいみたいな、その、なんか、やる気あるところを見せろこのクソ野郎みたいな感じなのが、僕はあまりにもちょっと気持ち悪かったっていう体験もあったんだけど、うん、それは結構独特な感じですよね。なんか、うん、全然効率も良くないし、チラシ配りとかもそうですけど、これやって意味あるんですけど、意味とかじゃないからみたいな。そうそう、そこじゃないからみたいな。いや、じゃあどこ、うん、みたいな。じゃあどこなんだろう。これってだから収益を上げることが目的じゃないんですかみたいな。一人の人の時間を無駄にしてるって感覚ないんですかみたいな。いや、そういうのいいからみたいな。もうヘリクツはいいからみたいな。いや、ヘリクツじゃなくて正論なんだ。いや、これ多分ビジネスだったら多分みたいな。それ言うと、何みたいな。いいんだよみたいな。やめてもらってもいいんだよみたいな。だからそう。違うんですよ。そこじゃない。もう論点ずれずれっていう、あるある。なんか面白いよね、本当に、うん、仕事文化、うん、日本の、うん、そうで、アメリカとかだったら絶対にもうありえないことだから、そういうの、うんうん、でだから難しいのが、その日本の学校システム自体がその平均を作るシステムだから、平均以下だとすごいバカにされるし、うん、平均以上だと絶対潰されるんですよ。そう、そう、ね、大谷翔平みたいにすっすごいレベルまで行くと誰も触らないんですよ。神みたいな扱いになって、うんうん、そうだね、平均よりちょっとできるとすっごい叩かれるんですよ。なんか出る杭は打たれるみたいな。そうそうそう、それ絶対出すぎた杭は打たれないみたいな状態だよね、うん、確かに。なんかみんなよりちょっと可愛い子がいじめにあったりするけど、うんうん、もうあまりにも可愛い子はなんかアイドルなんないよっつって、みんなでこ そうみんなのアイドル的な存在になって芸能界に生かせようとしたりとか、なんか中途半端にみんなよりちょっと飛び出たような引い出た人たちが叩かれやすい、うん、そうだからそれはなんか英語学ぶ時でもそうなんですけど、例えば自分がね頑張ってその発音を寄せていこうとすると、そこ頑張ってるとこ絶対潰されるんですよ。何気取ってんの、うん、みたいな。なんでそんな発音いいのみたいな。発音いいっていうか、ね、そういう風に喋ってるじゃない、うん、この人たちみたいな。だからみんな無難にそうカタカナでなんか英語を読み始めて、それがもうなんか染みついちゃって、もう抜けなくなっちゃって、もうなんか英語怖いっすみたいな。そう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 、ある。なんか僕も高校生の時、教科書読む時わざとちょっとカタカナっぽく読んで、みんなになんか言われないようにしてたもん、うん、そのなんか普通に英語で読めるのに、うん、なんか言うとなんか、うえーみたいな、うえーしょ、お前英語うえーみたいになるから、めんどくさいからもごもごちょっとカタカナっぽく読んだりもしてたね。先生も英語できないからさ、まともに。だから先生よりも英語が上手いから
先生に遠慮しちゃってた部分もあって、うん、なんかちょっとすごい控えめ控えめで、そうそう、行くようにしてたから。そうそう。うん、いや、なんか私の中ではあれなんですよ、うん。中学生ぐらいから日本人が形成され始めるんですよ。小学生ぐらいまでは結構普通なんですよ。あ、その前は大丈夫ですか？小学生、超、みんなクリエイティブで、面白くて、そうそう、面白い子たくさんいるのに、中学校から急に兵隊みたいになるんで、うん、そう、なるほど。急に資格みたいな。うん、で、だんだんいじめの激しさのレベルが上がっていって、そう、なんか僕も小学校まで日本の学校行って、中学校インターナショナルスクール行ったんだけど、中学校の最後だけ日本の学校に戻ったのね。で、その時にでもみんなが全然小学校の時と雰囲気が違くて、どうしたんだろうみたいな、この2年でみんなは何があったんだろうみたいな。進化です。どういう進化だろうね。何が違うんだろうね。トランク進化って感じ。そうそう、うん。日本人化、日本人化現象。日本人化が進む。だから、そうそう、あまりにも自分が。でっかじゃないですかね、うん。そう、みんなと違うものになってることに気づいて、なんか怖かった。うん。わかる、それ。だ本当にすごいなんか、才能のある子だったりとか、すごい、例えば生まれた国が例えばアメリカとかカナダだったらもう全然違う結果になってる子も普通にいるんですよ、小学生レベルだと。で、中学生レベルでもいるんですけど、もうその子はもうすっごい耐えてるんですよ、全てにおいて。出せないから、自分を出すと叩かれるしっていう、もうね、壮絶なるストレス社会ですよ。なんか僕も高校生によく英語してる時に、地方のみんな全然意見言わないし、受け身なのね、みんな。そう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 、常に受け身で、うん、いや、あなたはどう考えてんのとか、あなたのことをもっと知りたいってこう思うことはすごく多くて、でもみんななんかこう、キュッみたいな、控えめな人がすごく多くて、なんかびっくりするね。そう、言っていいのみたいな。私の考え言っていいのみたいな。いや、あなたに聞いてるんだけど、みたいな。当然ないのみたいな。あと、周りをすごい気にしてさ、そうそう、それで、合ってますかみたいな。これで合ってますかみたいな。合ってるとかないからみたいな。そうそうそう。あなたはどう思ってるか。そうそうそう。あなたはどう思ってるの。そうそうそう。これ正解ですかみたいな。いや、正解ないんだよ。これごめんな、正解ないんですって。でもありがとうっていう。そうそうそう。それをすごく促すような、うん、僕はいつも殻を破るように頑張ってみんなに促してるね、うん、そこで。そう。そ大事ですね。うん、で大事ですよ、アレックスさん、これ。味方が一つにならないようにしてるわけですから。いやですよ、ですよ。うん。まあ、いや、すごい、全部これもう聞いて、すごい勉強になりましたね。まあ、なかなか、なんか聞かないんですよね、こういうの。うん。なんか結構、まあ、そうでしょうね。聞かないでしょうね。そう。あんまり聞かないと思うから、うん、まあ、普通にこんなに、なんか、まあ、言うのも怖いっていう、持ってる人も多いと思うから、うん、うん、なんかちゃんと、ね。そう思っていいんだっていう人も、そう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 。いっぱいいると思う。あ、これ言っていいんだとか、うん、この感情って、なんか、共通認識で言っちゃいけないとか、なんか問題定義しちゃいけないみたいなこととかいっぱいあるから、なんかそれがみんな、苦しそうだよね。あるある。うん、まあ、あの先生と意見違うんですけど、いいですかみたいな。いや、もちろん。もちろん、別にそれは全然。だね、あなたの自由ですよね、それって。そう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 。いや、ありますね。いや、いい話ですね。まあ、そろそろ お開きに。しようかなと思うんですけど、その前に、すごい悲しいですけど、また来てほしいんですけど、ぜひ、なんですが、その前に、ちょっと、宣伝したいものがあれば、ぜひ。宣伝？はい、ぜひ。なんだろう、宣伝。なんだろう。急に。なければいいけど、なく。じゃあ、インスタフォローしてね。あ、いいですね。@jj.jj.7 というアカウントで、インスタグラムやってるので、ぜひ来てください。僕の出してるコンテンツとか見れるので、ぜひ来てください。いっぱいあるので。みんなもバンバン、まあ、そんなないけどね、うん、みんな聞いていただきたいですね。はい、まあ、というわけで、まあ、第ゼロ回、第ゼロ、まあ、第ゼロ回なんですけど、第ゼロ回なんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。